ついて聞いよ。はい、大丈夫です、のりこさん。じゃあみんな、行くでーす。ダメなの？だから長く住んでたところの方が受験勉強するのに落ち着くのよ。そんなことしたら新しいお父さんが気を悪くするでしょ。 お願いだからやめてちょうだいね。そんなに気を使うことないのよ。だってあいつは、どうしたの真由美？まもなく終点大阪。大阪、忘れ物のないようにお支度ください。大阪か、大丈夫、なんとかなるって。すごい。バイクの後ろに乗ってたらやろ。あ、いいえ。嘘ついてもあかん。
ちゃんと見とったんや。違います、違うんです、私本当に。ちょ、やめてんか。この子はうちの友達、ここで一緒に見てただけや。何、そんなはずはあるわけない。せやけど、おまりさん、どこの世界にこんな普通の格好して族の女がいます？なあ、こんなスカート履いた子おらへんわよね。まだ疑いはるなら、うちも一緒に行かせてもらいますわ。あの、助かりました、どうも。気にせんとき、ただの気まぐれや。ま、ほんまにあんたが族には見えへんかったしな、違うか。はい。どないしたん、怪我したんか。何やの一体。しゃあないな、うちまで送ろうか。どこなの、うち。やかましいわ、泣き読み。あんた家でした。本当にすみませんでした。のりこや、うちは高田のりこ、19歳の OL1 年生や。よろしくな。橋本真由美、15歳です。15で家でか。あ、そのマンションの前で。あ、タクシー代くらい私に払わせてください。大きに2780円ですわ。2000円で家でか、頭下がるで、ほんま。どないしたん。いえ、立派なマンションだから、福井の田舎じゃ考えられない。ま、一人暮らしやから遠慮せんといて。こんな広いところに一人で。うちも家でみたいなもんや。え？けどまあ、15言うたらそういうことしたがるもんや。騒がしゅうならうちに帰った方がええよ。私帰りません。誰にも頼らず一人で生きていくつもりで出てきたんです。大阪だったら仕事もいっぱいあるだろうし、なんとかなると思ったんです。それが着いた途端あんなことになっちゃって。絶対に嫌。男だから力があるからって押さえつけてくるような人たちなんかに負けるのは。なあ、あんたお腹すけへんか。あ、少しなら。なんか食べよう。あ、あれにしよう。一人暮らし始めて最初に覚えたのがこのお好み焼き。なんせ簡単やし、金もかかれへんし、そんでもってうまい。はい、焼けた、食べて。あ、はい、おいしい。せやろ、お好み焼きの味覚えたらあんたも一発の何は飲んなや。うちはあんたのこと強い思うよ。なんちゅうても2000円で知らん土地に出てくる勇気があるんやから、うちには真似でけへん。のりこさん、職が見つかるまでここに住んだらええわ。え、けどこれ以上ご迷惑。迷惑やったら花から言わへん。うちも一人暮らしも飽きてきた頃やったんや。ただし職探し頑張るやで。はい、頑張ります。ありがとうございます。乾杯。あかんあかん、身元がはっきりせんこやってるかいな。でも私一生懸命働きますから。そうは言うてもな、せめて保証人ぐらいおらんとどこ行ってもあかんで。はあ、あんた家出ちゃうか。違います、すみませんでした。ああ、ちょっと。あかん言うたらあかん。残念やね、15じゃうちの仕事は無理やわ。うちとこはあんたみたいな子供の働くとことちゃうね。警察うるさいしな。仕事やから先に出ます。合鍵と、悪いけどこのお金で食事の支度よろしく。余ったら何かと必要なものこれで揃えなさい。じゃあ頑張ってな。頑張らなきゃ、まだまだ。
のりこ。何ですか課長。相変わらず堅苦しいやっちゃ。お前の兄貴やろ。なあすまんけどこの書類今日中に売っといてくれへんか。こんなに？なんでもっと早う言わんのよ。忘れとったんや。頼むわ。明日の会議にいるんや。まったくもう。その代わりに職の斡旋したってくれる？なんや急に。ああかんで。一人暮らしの次は再就職かいな。うちのことと違います。ただいま。あ、おかえりなさい。今食事の用意してますから。あんた仕事先見つかったか？いえ、それが。せやろ思った。食事は後、出かけるで。え？知り合いのスタンドで人探してるんや。ちょっとしんどいかもしれんけど。いいえ、どんな仕事でも平気です。けど驚いちゃった。のりこさんがバイクに乗るなんて。怖かったか？いいえ、全然。バイクもちゃんと乗れば面白いもんなんやで。ちょっと待ってて。お嬢はん、またそないなバイクなんかに乗らはって。社長に知れたら。すんまへん。あの子にはオーナーの娘がいることを内緒でしたな。けどお嬢はん、事故でも会うた日にゃそれこそ社長にどやされますがな。お前無茶だけはせんといてくれやっしゃ。分かってる。のりこさん。よっすじゅん、元気に不良してっか。任せなさい。威張るなアホ。もうかなわんな。けど、なんで素性隠すんですか？別に、素性抜きで付き合う娘が一人ぐらいおってもええやろ。ええ、小市民にはわからん悩みや。真由美、おいで。橋本真由美です。よろしくお願いします。頑張ってや。かわいいな。15なんやて。純、変な気起こすと。誰がそんな。俺はのりこさん一筋ですよ。アホなもん。真由美。頑張りや。はい、ありがとうございました。灰皿は汚れてませんか？よう頑張るな。しんどないか？いえ大丈夫です。いらっしゃいませ。満タンや。お前んとこ女雇ったんか？ああ今日からな。帰らしやんけ。俺に紹介せや。アホ抜かせ。俺にそんな勇気あるかいな。寝ぼけとんのかお前は。ええわ、自分で行くさかい。名前は？まゆみちゃん。おいやめとけ。まゆみちゃん。はい。なんでしょう？あ、あ、いやそのオイル点検を。あ、ごめんなさい、すぐやります。あらら。大将、それあんまり情けないで。ほっとけ。けどほんま連れてへん女は慣れてへんし。お互いな。なのどや？ちょっと派手。じゃあこっち。いやーかわいいわ。あかんってこんなん。下手な大里弁。別に深い意味はないねんけど、見てたら急にあんたのこと思い出したんや。いくら気に入らんちゅうてもそれはないんちゃうか？違う違う。ええよ、ええ、もう。そうじゃないの。昨日買いたいって見てた髪飾りなの。それほんまか？ほんまほんま。今度デートせへんか？これつけて。おい、あれはこの間の集会の時のスケちゃうか？ほんまや。それに一緒におんのはビッグベアの田代やないか。ええや。はい、どうも。いらっしゃいませ。満タンお願いします。あんたが真由美ちゃん？はい。田代さんから伝言頼まれたんや。
会いたいから仕事終わったら来てほしいって。え、けどあいつ難波でバイトしてんねん。行ったってな、後で迎えに来るさかいな。頼むわ。じゃあお先に。あ、ご苦労さん。お疲れ。あれな、なんと、あいつらシャークに。海戦火でちゃんと行くで。ウォーミングアップしてからな。なんやって、レッドシャークの車に。なんで止めへんかったんや、アホ。どこにそんな暇があります。とにかくほっとくわけにもいかん思って。当たり前や。場所は、場所の検討はついてんのか。多分堺の大浜公園や。あいつらよそこに溜まっとるから。のりこさん、そんなこと聞いて、まさか。アホ、やめかえ。ああ、田代さんは、田代さんはどこなんです。時期来るやろ。何しろ今日はあんたの歓迎会やからな。歓迎会？田代と付き合うちゅんならあんたも仲間に入ってもらわんとな。うちの制服や、着替えてもらおうか。鉄道たれ。何すんのよ、やめて。ああ、じっとしとけ。いや、のりこさん。なんじゃわら。その子返してもらいに来たんや。女のくせにええ度胸しとるやないけ。名前ぐらい名乗ったらどうや。あんたらみたいなゲスどもに喋る口も惜しいわ。なんじゃとこりゃ。まあ待てや、たかが女相手やないけ。おいひろこ、この姉ちゃんわいらに文句があるぞや。お前聞いたれや。東四郎相手に何の話やねん。踊れは黙って言われた通りにしてればええんじゃ。あんたも今のうちにおとなしい詫び入れたらどないや。私が謝ります。だから許して。言われない理由で下げるほどあんたの頭は軽いんか。真由美、謝るんはこいつらの方や。怠慢張る言うんか。あんたらの流儀か。そういうんやったら何言うとんじゃ。はっ、のりこさん。やないけ。どうや、うちのレディースに入らへんか。おんどりゃ、女や表つけやがっとんのか。勝負はついたはずや、生かしたってや。じゃかましがい、のったがっとらんかい。あんたはいつもそうや。女をなめてケツかんねん。もううんざんじゃ。あんたら早行き。でもひろこ、ほら、わかる。
じゃこのままじゃ済まさんぞ。あの人たちのバイクに乗ってる時は怖いだけだったのに、なんだか興奮しちゃった。おしっこちびったんとちゃうか。え、やだけど、あんたら平気なんか。シャークにもう戻られへんやろ。頼まれたって戻る気ないわ。ええ潮時やったんやなあ、カツラ。せやせや、あいつら喧嘩ばっかしでものすごい性悪やろ。ちっとも走りを楽しまれへんでなあ。わかるなあ、あんた一緒に組めへんか。女だけのチーム作りたかったんや。あんたやったらできる。ナイスなアイデアやんか。いけるで、ほんま。なんせあの見事な腕っぷし。昔芸事代わりに少林寺をちょっとな。知らぬが花、とんだ藤四郎や。その上バイクの腕も最高やし。なあ一緒にチーム作ろう、のりこさん。あかあか、うちは族のチームなんて作る気さらさらないわ。族にはこだわってへんで、純粋に走りを楽しみたいだけなんや。そうや、大概の族言うたら男本位やろ。女に運転させへんとこかって多いねんで。なあ、あてらあんたに惚れたんや。それを振ったら女がスタルで。ヤクザ映画みたい。バイクで一緒に走るくらいならな、いつでも付き合うわ。イヤホー、あては海宮勝良、よろしく。川野ひろ子や。高田のり子や。あの子は真由美、バイクは乗れんけどうちの同居人や。というよりお荷物。今日だってのり子さんがいなかったらどうなっていたか。それはええけど、この際やから言うとくけど、ちょっと軽率すぎたな。知らん男の車に乗るやなんて。すみません、田代さんの代わりだって聞いてつい。その男シャークのやつと違うんやで。え、確かビッグビアの男や。あんたのことを騙す餌にされたんやね。なあ真由美、誰も信じるなとは言わんけど、あんたみたいなええ子につけ寄るやつらもぎょうさんおるんや。はい、田代っち男がどういうやつか知らんけど、その判断だけはしっかりやりな。はい。まゆみちゃん。田代さん。まゆみちゃん。に聞いた。せやけどあれは誤解や。知ってるわ、ビッグベアっていうチームなんでしょ。だから結局暴走族なんじゃない。もう騙されないわよ。俺がいつ騙した言うねん。同じことよ、みんな同じ。暴走族なんて、男なんて大っ嫌い。まゆみちゃん、このわからずやが。お前みたいな女こっちからお断りじゃ。アホ。ことなってしもたな。お嬢は。犯人は。このバイクの後からして多分賊の仕業やとは思うんですが。賊、もしかして。まゆみちゃん、あんたに電話やで。よう、昨日はお疲れさんやったな。まあいいや。やっぱりあんたたちだったのね。ああ、何のことかいな。ごまかさないで。スタンドが襲撃されたんやてな。けどまだまだ悪いことが起こるかもしれへんさかい、気ぃつけた方がええで。散々舐めてもろた礼に忠告させてもらうわ。クソったれが汚い真似しよって。払いせっちゅうわけか。警察に全部話したらどうですか。あかん、一生つきまとうわ。けどほっといたら。そんな電話してきよるぐらいからな。いいだろう。これはこれは、なんぞご用でっか。お姉さん方、襲撃のこと警察には黙っといたるわ。その代わりに聞き捨てならんな。
俺らがやったちゅう証拠でもあるんか。かわいいこと言うな。証拠ぐらいなんぼでも作れる。剥がれたステッカー、それとも指紋バチバチの鉄パイプ。ほんどれら汚い真似しくさって。汚いのはそっちやろ。もし黙っててほしいんやったら、二度とうちらにつきまとわんこと、ヒロコとカツラを今日限りシャークを辞めさせることや。ヒロコはうちのレディースのリーダーや。そう簡単に辞めさせん。どないせいゆんや。せやな。体張ってもらおうか。ただしレディースのリーダーは寝返ってしもたからな。相手は男や。そんな男相手やなんか卑怯やわ。こんな奴らに何言うたかて無駄や。タイマン張っとるやないの。やめてください。いくらのりこさんでもそんなの無理です。まゆみ、うちも負けるのは嫌いなんや。そやからあんたもちゃんと見とき。ええな。勘弁したれ。女の分際でシャシャリ出るから痛い目見。うちはあんたらみたいなやり方はすかん。ヒロコ、チーム作ったろやないの。走りを楽しむためのチームをな。ノリコさん、それをこいつらに見せたんねん。暴走族のお手本をな。本当の愛が欲しいだけ。せやけどチーム作る言うてもメンツが3人ちゅうのも寂しいもんがあんな。そういうもんか。他にもおるんちゃうか。アテラみたいに男どもの世話ばっかりで走らせてもらえへん不満を持ってるレディースの子が。なるほどな。探してみるか。ほなアテラ、なにわの花っちゅうチームに知り合いがおるから行ってみるわ。他にレディースのあるチームは。ビッグベア。ほなそっちはうちらが覗いてみるわな。まゆみ。はあ。エアラ、あれ、のりこさんや。まゆみちゃん。すいません、リーダーに会いたいんですけど。小田さん。なんよ。どうも、私高田のりこって言います。今度走り屋チームを作ったんです。そのご挨拶と、できればこのチームのメンバー流してもらえんかと思って。メンバー流せ。いや別に、腕のええ子でのうてあんたらのお荷物になってるぐらいの子でええんよ。バイク走らすのさえ好きならな。あいつら何考えとんや。相変わらずええ度胸してんな。小田さん、要するにこいつら引き抜きに来たんや。何がどうでもええんや、信用ならんで。せやな、もし力つけて逆襲でもされたら目も当てらへんし。そんな逆襲やなって、うちらはただ走りのチーム作ろうと。じゃかましいわい。そんな寝言誰が聞くねん。待ってんか。おい田代先輩。こいつらに恋言うたん俺なんや。だから顔立てて、後のことは俺らが保証するさかいな。先輩たちが。それやったら無限にもでけへんけど。誰かうちに来たい言う子があるか聞いてみてくれへんか。ほんまに度胸してんな、あんたも。しゃあない、みんなに聞いてみたるわ。
も何か手伝おうか。あんたみたいに役に立たへん女はそこにおり。言って言われよ。これでも飢えてやってんねんで。料理作れへんでもええもんな。おのれはもういっぺん言ってみ。こらこら手止めんと。じゃあ桂さん、これ盛り付けてもらいます。はいな、任しといてちょ。あ、どうだどう。休んでて。ベアから来た吉岡ひとみ、一応高校3年生やってます。よろしゅう。同じで渡辺美香高2です。免許取って前なしなんでまだまだなんやけど、見捨てんといてくださいね。なにわの花からの日枯らしです。すみません、おいしそうやもんでつい。藤本ゆりや高3です。はよ食べません。冷めたらまずなるし。いややな、もう食いじはって。うちはただ人よりちょっと多く食べ物に敬意を示すだけなの。やらしな、もうとめちゃんは。とめちゃんってあんたの名前？そう、五十嵐とめ子。ぴったしやろ。あんたはしょうがないやろ、親が勝手につけたんやから。それがグレた理由やったりして。アホか。一応初めに言うとくけど、うちは暴走族作る気なかったし、今でもそう思ってる。今日集まった連中は走る楽しみを持った同行の仲間や。辞めたかったらいつでも辞めてええし、うちはとにかく楽しいチームにしたいと思ってるんや。せや、なにわの花なんか女は単独で走らせてくれへんかったんやで。それに甘んじてマスコットしてる女も嫌やけどな。私も免許取ってから変わったんや。だって自分でバイク走らすのって気持ちええもん。こいつそん時まで男のケツばっかり追いかけてたんやで。そうかて寂しかったやもん。そんなにバイク走らすのっていいものなんですか。免許持ってへんの。そらむちゃくちゃええよ、バイクは。風は気持ちいいし、力がみなぎるいう感じ。あ、これのりこさんに。うちに初任給もらったら何かって思ってたんです。バイクで走る時にしてたら素敵だと思って。リーダーの印にもなるし。綺麗やんか。ありがとう。なあまゆみ、あんたも免許取ったらどうや。え、だけど。金の心配ならなしやで。出世払いで貸しといたるわ。もしあんたが本気で取りたい言うんなら。取りたいです、私も。そして皆さんと走ってみたい。これで8人のチームの誕生や。短い青春や。みんなで有意義に送ろう。あー、チームの服のデザインも決めんとな。あ、それやったらトメちゃんがええわ。なんせ洋裁学校に行ってるんやし。トメちゃん言うのやめてや。もう、じゃあそれはトメちゃんに任すとして。せやから。女だけのチームやからね。女言うたらやっぱりボタンかな。いや、ヤクザの姉さんみたいやん。バッドガールズ、ウィッチとかキューピッドを言うのはどうや。いや、男みたいな顔してよう、そんな名前言うわ。ほっとけ。ならエンジェルスは。エンジェルスか。ヘイトエンジェルス、いい線いってるんとちゃうか。せやね、エンちゃん。みんなはどうや。賛成。エイトエンジェルス初の壮行会やしな。あいみこそ本間の初乗りや。ご感想は。声もどうなったやろ。え、もう最高。やっぱりええな、走りは。これぞ青春や。なや、thank you.
チームや。まさかここがワイラのたまり場っちゅうことを知らんわけもないやろ。知らんな。どこにもそんなこと書いてへんかったし。なんじゃ喧嘩売ってんのんか我ら。リーダー、こいつら族の成り立てでそこら辺のことをまだよう知らんだけなんや。いや、俺の知り合いか。ならたまり場荒らすような真似専用によう教えたらんかい。いらん世話やな。うちらはただ走りたい道を好きな時に走るだけや。あんたに文句言われる筋合いないわ。えらい威勢のいい女やな。けどええか、族にも示しっちゅうもんがある。それを破るんやったら。やったらなんやの。怠慢でも晴れ言うんか。ふっ、女相手に怠慢晴れるか。まずは土下座してもらおうか。シャークも最低やったけど、あんたはもっと最低やな。なんやと。この女ぶっ殺せる。やめさせろ。やめろ。おい、カシロ、ご覧しよう。ドライのこないもん。あよ、ナミちゃん、カシロ、俺はワイに逆らう気か。じゃあカシ、なんとでも戦れ。惚れた女の方が大切なんじゃ。俺はなんちゅうナンパの仕方や。あら、ほら来てるわ。でかい女やな。何抜かすか、ほっといてんか。女の体型にあれこれ言う男が、うちは一番ムカつくるや。なるほど、それでトミちゃん晒し負けへんかったんか。違う、胸の形が崩れるからや。本気で男に勝てると今後をとんのか。
私の気持ちはいつだって誰にも負けない。